こんにちは。なぜ大阪行のヤンキー、ハングレタウンが、西成区、住之江区、生野区、堺市などから、豊中市、吹田市、鶴見区、中央区、西区などに変わっていったのか。大阪では昨今、ハングレグループが、南や震災橋、梅田などで暴れ回り、ニュースとなっています。 大阪府警も14団体を巡暴力団として指定して取り締まりを強化しています。そこで登場しているヤンキー、ハングレグループというのが、アビスの鶴見区、浅引区、源田省の豊中市、水田市、美濃市、アウトセブン、モロッコの西区、中央区などでした。このニュースを見た中年の人たちからは、 大阪のヤンキー、ハングレといえば、行ク、の区、西成区じゃないのか、という声が多く上がっていました。40代、50代世代の人たちの世代だと、イクノ区や西成区、住之江区、堺市などが、ヤンキーや暴走族のメッカであり、日韓連合やシュラ、イクノ連合、大阪連合、環状族のテンプルレーシング、ワープレーシング、ノーグッド、 ローブレイクなどが盛んでした。しかし、それは中年世代の人たちの頃までであり、現在は全く違っています。現在はそもそも、幾の区も西成区も、子供、若者が全くいないのです。幾の区は小学校が12校から4校に、中学校が6校から4校に削減されるくらい、子供、若者がいません。 生野区のホームページによると、昭和50年代、1970年代から比べると74、74%もの児童、子供が減っているのです。西成区も同様なのです。西成区も、岸の里のあたりはまだかろうじていますが、萩の茶屋やつもりのあたりは全く子供、若者がいない状態で、一クラスだけかろうじて存在している状態なのです。 また、その一クラスも10人など本当に少ない人数となっています。こちらのグラフを見てもらえればわかりますが、西成区は急激な勢いで児童数、子供、若者の数が減っています。こちらです。急激な勢いで子供や若者が減っているのがわかります。 一クラスのうちの1割がヤンキーになると仮定すると、一クラス10人しかいない場合は、一人しかヤンキーになれないのです。そのため、行野区や西成区は、ヤンキーや暴走族、半グレ、暴力団が衰退、縮小していったと考えられます。それに対して、鶴見区や豊中市、水田市などは、ベッドタウンとして、 マンションがどんどん建設されていき、子供、若者が増えていきました。そのため、ヤンキー、暴走族、半グレが生まれ、兄弟化していくこととなったのです。2000年代から2010年代の豊中市、鶴見区の暴走族、源田省やアビスが大阪最強として君臨していましたが、それも他を圧倒的に上回る、 子供の数がいたからですね。いくら西成区や行の区のヤンキーの一人の力が強かったとしても、一人で20人を相手にすることは物理的にできません。西成区、行の区などのヤンキー、半グレ、暴走族が衰退、縮小していったのは人口動態的な必然なのです。また、今後のことを予想すると、 豊中市や水田市、鶴見区、浅岐区なども子供、若者が減ってきています。これは大阪市のホームページを見るとわかります。堺市も減ってきています。こちらです。西成区や行野区ほどの急激な減少にはなってはいませんが、やはり1975年からすると、 ものすごい数減っていることがわかります。もう約半数以下になってきているということがわかりますね。それに対して、都心回帰で大阪市の西区、中央区、北区が子供、若者が増えているので、今後のヤンキー、半グレ、暴走族の中心地は西区、中央区、 企画になるのではないかと思います。中央区などは子供の数が増えすぎて、校庭に子供が入らないということや、教室がもうすでに足らなくなっているなんていうことが起きていて、大阪では非常事態ともなっております。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。